皆さん、こんにちは。森口でございます。日本株速報。今日もよろしくお願いします。今日は2月の27日月曜日でございます。お題がこちら。配当修正で9等3銘柄ということで話をしていきたいと思います。今のテーマはやはり配当になってきてるかもしれませんね。アイル、アジアパイル、ラサ商事なんですが、どちらも10%を超える上昇なんですね。強いなぁというふうに思いますし、また銀行、日本製鉄。 ここもですねやっぱ底堅いと言いますかプラスになってますのでまあこの流れはまだ続いているなという形です。で、日銀の総裁候補の方の初心調書っていうのがあったのでまあ一応その内容もさっと見てでそこで銀行株も見てという形にもしていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。ということでこのチャンネルでは終わったばかりの日本株の振り返りを毎営業日夕方5時で入れております。皆さんと一緒に株を振り返って 明日で備えていこうというような番組を目指しております。毎週やっております。毎日やっております。毎営業日,日やっておりますので、ぜひチャンネル登録お待ちしております。それでは今日の振り返りやっていきましょう。日本株ですけども、高安、まちまちの展開です。金曜日、アメリカ株下げてましたから、もう少し難聴な展開になるかなというふうには思っていたんですが、日経平均トピックスは底堅いという表現、トピックスはプラスですからね、まあ、やっぱりなんだかんだで強いなというふうに思いますし、チャートの形も一番トピックスがいいんですよね。で日経平均の中では 一方、東京エレクトロン、アドバンテスト、この辺大きく上げてましたが、さすがに反落。まあ、でも1%台ですので、まあ、いいところにはいるのかなというふうに思います。業種別見ますと、鉄鋼がここでまた買われてるんですよね。なんで、まあ、日本製鉄の動きを、ね、ここでまた確認しておきたいなというふうに思うのと、まあ、あとは日銀の初心調書ですね。これがありましたので、三菱 UFJ も確認していきたいなというふうに思っております。売買代金チェックしていきましょう。トップがレーザーテックなんです。 レゾテックもなんかだんだんこの商いが減ってきたような感じはしますね。で相変わらず日本製鉄が盛り上がっているのと日本優先もなんだかんだで強いんですよね。これも意外だなというふうに個人的には思うんですけどもね。あとソフトバンクグループ結構下がってるんですね。5500円台も切っているという形にはなっております。個人的にちょっと後ほど調べてみたいと思います。一方こちらがグロース市場ということになってます。日本展開の上げも続いてますね。 ただ、キャンバスの大幅安などもありまして、まあ、この辺はそれぞれで物色されているといった形で、まあ、主力株がいないという感じでございます。それでは、個別銘柄見ていきましょう。えー、今日の三菱 UFJ なんですけども、0.29%の上昇なんですねで。ここではですね、米長期金利上昇でリザヤ拡大期待強まるということで、これが午前中のニュースになっております。で、午後ですね、日銀の上田市の初心調書があったんですけども、まあ、午後の内容を受けても、ですねそんなに跳ね上がったという形ではありません。 NHK のサイトでですねこのような形でね日銀の上田し所信調書という形で見ていってもですね今のところ金融緩和を継続していきましょうと。ね 見直す必要あると思わずあとは金融緩和のメリット副作用を上回っているなど、まあ、そういう発言が目立ったので、まあ、すぐにやっぱり修正が起こるというわけではないということでございますただやっぱり PBR1 倍割れ高配当という点ではですね銀行もまだまだ底がたいといった形なのかもしれませんね今のところ PBR は0.7倍利回り3.31%また日銀の修正に関しましてもいずれはやらなきゃいけないことは事実なのかなという受け止めは変わってないので、まあ、そこをどう動くかですね 冷やしチャットを見ていただくと先週の金曜日に25日線に一度タッチしてるんですね。 で、えー、今日はそこから反発したという形ですが、上ひげ残した陰線ですので、でしかも安値引けですので、まあ、ちょっとビビりながらという感じなのかなというふうに思います。まあ、この後線1000円超えてくるかどうかね、しっかりと注目をして見ていきたいところかなと思います。続いて日本製鉄見ていきましょう、今日は2.02%の上昇ですね。ニュースでいきますと、新根街道に復帰、低 PBR 物色の波に乗ると。 いうことでございますもうこの TPBR っていうのが最近のまあ、大きなテーマになってきて僕が個別銘柄とことも分析するマガジンでもあの東証フォローアップ会議っていうのを、ね、取り上げてますけどもまあ、ここにもやっぱりぼっちりばっちり <laughs> 当てはまっているということですから1倍割れとか、まあ、それでいって高配当ですからね、まあ、非常に買いやすいという銘柄なのかもしれませんね日本製鉄のチャートを見ていただくとこのような形今日改めてね高値を更新してきたということになってます加熱感チェックしておきましょう RSI で見ると、まあ、ずっとこの80ぐらい ですからねなんだかんだ居心地がいいところぐらいなのかもしれませんね。 3月末まではそんなに大きく崩れることなく動くんだろうなって感じはしますけどもどうでしょうやっぱり受給の面ではねいろいろ入れ替わったりすると思いますのでそこだけは注意してやっぱ加熱感はあるぞというところだけは意識しまた下がったところでは買いに行きたいなというふうに僕も思わなくはないですけども下がらなそうかなって感じはしますかねはい続いてアイル見ていきましょうアイルに関しましてはですね今日は一時ストップ高といった形でございます業業績績配当予予想想の引引きき上げとということですね もちろん十分に、ね、可能性があると思うんですけども、やっぱり配当予想ですよね。上半期1円の増配に加えて、年間配当金も従来の20円から25円に引き上げと、前期比7円の増配となるということでございます。まあ、アイル自体はですねどんな会社かと言いますと、独立系のシステム開発会社なんですね。だから PBR が1倍割れているというわけでもないし、高配当というわけではないんですけども、まあ、配当と増額修正とともにということで、株価として反応しているという形でございます。ただ 買いが続かなかかなっったって形ですかね一時ストップ高とありましたけども、まあ、これが寄り付き天井で陰線をつけて、まあ、下ヒゲ若干伸ばしましたけども結構ザラ場ではね崩れてしまったかなといった印象はありますのでそこは注意をしてみていきましょう PR も27.4倍ですからバリュー株っていう感じでもないという感じですかね 続いてアジアパイル見ていきましょう。アジアパイルはガラス土石ですから、まあ、PR も PBR も低い、PBR が一番言われている。配当利回りも今回配当金の引き上げで利回り妙味も高まるというふうになっております。まあ、記念配当とかも乗っかってるみたいですからね。まあ、そこで配当利回りが4%を超えてきたということです。10%を超えたことによって、この記事の中では4.5%となってますが、4.04%。まあでも4%を超えればね、十分に可能性のある、そういう銘柄なのかもしれませんね。こういったところをですね、 値上がりだ駅だけを取るんであれば3月の配当落ち日以降に配当落ちで拾うっていうのは1個ありなのかなって今ふと思ったんですけどもそれもそれでちょっと怖いなっていう感じですかねでさらにこのアジアパイルに関しましてはこのチャートですからねこれもだいぶ過熱感がありますね80回かいかないかというところですがまあやっぱ止まることを知らないっていう感じですねまあこういった銘柄が今物色され始めてますからまあ何度もお伝えしますけどもやっぱりこの PBR 一倍割れ配当妙味のあるような 配当余力のあるような、そういう会社っていうのをですね、また、あ、年に探していくっていう作業はね、今も有効なんだろうなというふうに思います。そして、ラサ商事、最後に見ていきましょう。ラサ商事も業績の情報修正とともに、配当計画の引き上げということになっております。で、業績の修正はですね、前期比9.8%増ということですが、従来計画よりも58円から68円、10円ほど年間配当金を引き上げた結果、こちらも配当利回りで4.25%、15%上がって4.25% 25%ですから、まあかなり配当利回りも高い。それでいて PB per が8.6倍と pbr0.9。2倍ですからね。ま、これは物色されやすいよなという感じです。ラサ商事の事業としましては？ 鉱物金属素材や、錬金、ポンプなどの専門商社ということで、卸売業、卸売業も結構これぐらいの PR、PBR ありますからね、物色してみても面白いかなというふうに思いますし、まあ、チャートも綺麗ですね、結構こういうチャートってね、買うのに勇気がいるぐらいの水準になってきてますけども、まあ、続々とやっぱり配当修正出してきてますから、まあこの状態でも結構、跳ねてる目柄ありますね。 そういったところをしっかりと勇気を持って買うっていうのも必要な時期なのかななんていうふうには思ったりはしてますしあとまあ3月末に向けてはここで一度配当修正をしておけば買いが集中しやすいですからねまあそこでなんとか PBR1 倍を超えておきたいみたいな気持ちもきっとではあるんでしょうね当初フォローアップ会議的にはねえなんでそこはぜひ注目をしてみていただきたいなと思いますそれでは指数を見ていきましょう AI 指数見ていきますまずは日日経均株価でですけどもも結局底がたいのででしかも今日要請を 付けてますから転換線の上にいますし27,500円前後ぐらいのレンジにまた戻ってきてる先週戻ったねっていう話をしてで米株が ね、金曜日弱かったのであまたこの雲ぐらいまでは下がるかなというふうに思っていたんですけども日経金株価はそこがいというふうに言えるかもしれませんね。RSM もまだ50維持しているということですから、まあ、他の、ね、株他の PBR 株バリュー株こういったところの復調というのを期待したいところかなと思いますしトピックスなんかはねさらに要線をつけて。 プラスで推移してますから、電化線も超えてきて、もしかしたら高値を超えてくるかもしれない、まあそういったところも考えてもいいのかなというふうに思いますが、上では結構重たいとは思いますね。マザーズ見ていきます。マザーズは完全に雲の下に潜ってしまってますね。これはやっぱり見方としては、本当に今、もう、ピッカッパッキリパッキリ分かれてしまったとっいう形ですかね。トピックス、TBBR、スタンダード、バリュー株、こういったところが、まあ、堅調に動いていて、 明らかにグロース売られているという形になってますからまあここはですねこういう株を対象にしている方はまあ僕なんかそうなんですけどもまあ無理せずにじっくりと待ってでその内容がこう切り替わるタイミングまではどちらかというとバリューグロースで見た時のバリュー株高配当株こういったところをですね中心に運用していくもしくはグロースには手を出さない。 まあそれぐらい決めて取り掛かった方がいいかなというふうに感じています。ニューヨークダウ見ていきましょう。ニューヨークダウもも、ね、金曜日のチャートでだいぶ下まで行ったなという形がしますね。サンドピー500も見ていくと、雲がだいぶ近づいてきた、そして上昇トレンドラインも今割れている状態、地高スパンも割れそうな状態なので、結構売りサインが重なる可能性も出てきてますよね。ナスダックに関しましても、基準線も割れていますし、地高スパンもだいぶ近づいてきて、RSI も50割れている。ちょっとやっぱ危険なんですよね。で、最後ラッセルですね。ラッセルもほぼほぼ同じ位置にいると。 アメリカ株とあとは日本でもグロース市場、マザーズ市場。 こういった銘柄っていうのはちょっと厳しそうな今チャートになってきているということをぜひ合わせて押さえておいてください。はいということで今日はです、ねまあ、高配当、配当修正で急騰した3銘柄ということでねアイルはまあ低 p b r とかではないんですがやっぱりアジアパイル、ラサ商事こういう名前はねそんなに聞かない注目したこともあんまりないんだけども、まあ、めちゃくちゃ今まで株価も上がっていたしそこに高配当のニュースあってまたそこから10%上がるような銘柄が結構続出してますから、まあ、そういったところもですね上がってるから 買わないんじゃなくてここからハイト修正出てくる銘柄もねあると思いますのでそこを期待して買うっていうのも一個ありかなというふうに改めて今日感じました僕も探してみたいと思いますまさにそんな話がですね東証フォローアップ会議で急上昇しそうな銘柄ということでスクリーニングもしたしあとそのスクリーニングの前の前提知識として pbr や r o e って何 pbr や r o e ってどうやったら上がるのじゃあこの東証フォローアップ会議からどんなアクションがあるのっていうねまあそういったところが出ておりますのでよかったらぜひこちらを概要欄 リンクからチェックしていただければなと思います。で、加えて、ですねこれが知識編ということで、今週の金曜日はこれの銘柄分析編という形でね取り上げていきたいなというふうに思っています。こちらもぜひ楽しみにしていてください。また、メンバーシップを始めております。メンバーシップといってもですね記事が見れるだけなので機能は変わりません。月額が若干異なるので、どちらかを選択してみてください。よろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じで終わっていきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマップボタンを、また明日以降もこのような形で、夕方5時目標で更新していきますので、明日も いただける方はぜひチャンネル登録お待ちしておりますそれではまた明日テクニカルの好きでお会いしましょう